今朝ちょっと二度寝をしようとしたんですけど、本当は取りに来てくれるというか買ってくれた方が10時にね約束だったんですよ。で、実はもうね早めに8時今25分自分が走る前に来てくれちゃっててというわけですいません。鈴木くん、あ、名前やばかったですか？あ、全然大丈夫です。名前大丈夫ですか？はい、でも顔はちょっと顔バレはなしということで、あれか、経営者っていう。あ、そうですね。ことがありながら。なんだかちょっとシャイなんで。え、シャイ？あ、シャイなだけなんです。あ、そういうことですか？あ、わかりました。でもなんかちょっと見た目の感じを言わせてもらうと、今25、25歳、はい、で足から入れ墨出てて、でお友達も千葉くん名前大丈夫ですか？鈴木くんと千葉くんで、そうですね、2人ともなんかじゃあそういう悪い系な感じなイメージですか？いや、真面目に頑張っていこうかなって感じですね。真面目に頑張っていこうかな、だから今からみたいな感じなんですか？普通に真面目に頑張って生きていこうかなって感じ。ああ、生きてきたし、これからも生きていこう。そうですね。あ、そうなんですね。だからちょっと顔バレはなしということなんですけれども、どうですか？ちょっとごめんなさい、これ自分としてもぶっちゃけ CBX もう話すのは結構心苦しいものもまあありながら、でも鈴木くんがこうやって、ね、視聴者さんとしても見てくれてたんですよね。はい、チャンネル登録します。ああ、ありがとうございます。それでそう、視聴者さんの鈴木くんに買っていただけるということもあり、自分としてはすごく嬉しいんでですけど、どうですか見た感じ。バカかっこいいです。すよね、恐縮です本当に。いやいや、いやー、本当ですか。大切にさせていただきたいです。ありがとうございます。千葉くんどうですか。めちゃめちゃかっこいいですね。いやもう本当に、な、今言ってたのは、はい、俺もシベックス乗ろうかなみたいな。俺もシベックス買います。買いますかい。いや、マジやばいっすよね。やばいっすよね。これは、自分のチャンネル見てくれてるんだったらわかると思いますけど、ツーさんっていう、はい、CMK チャンネルの子が、はい、全部組んでくれてやってくれたんで、白黒は結構いないと思いますよ。そうですね。うんうんうん。ありがとうございます。はい。で、今、こちら、あれ、シュータさんって言われて、このチンチラの3段、これ込みでみたいな感じで。いや、なんか、交渉をいきなりしてくれて、こちらを買っていただけることにもなりました。とりあえず最後のエンジン始動ということで、今回鈴木くん岩手から、お越しになられた感じで、7時間ぐらいかかったようです。はい、ハイエースで来たみたいでね、本当にこれ最後ですね、こっちの CBX。 今が春夏秋かということは2年と2、3ヶ月ぐらいって感じですかね。あ、思えば自分が最後の試合をしてからね、同じぐらいだわ。その時腕折れるか折れないかのところだったから、その時からの CBX 2年3ヶ月4ヶ月ぐらい所有させてもらったという感じですね。すごく、心苦しいところはありますけど、こちらもねいろいろと考えて決断するという感じになりました。こちらの CBX を売ってくれたというか、もう売ってくれる前に自分の街ブラっていうやつをやってる途中に見かけた CBX がまさか買うことになるとはっていう感じなんですけど、これは山下さん、本当にありがとうございます。そして、山下さんをつないでくれたエイジとユウヤ、そしてこちらをレストアしてくれたツーさん、あとはいろんな方に関わってもらったりですけど、あとは、まあ、ツーリングとかを行く約束をさせてもらったね人たちがいるんですけど、その皆様にはね、ほとんどツーリングには行くことができなかったんで、本当に申し訳なかったというふうに思っております。はい、いや、すいません、今ちょっとこうやって回させてもらってるのはお金をいただくということで。すいません、ありがとうございます。はい、このこれにこれ入ってるんですよね。はい、確かめていいですか。あ、です。はい、ありがとうございます。スタバの袋にびっくりした。さすがです。いい、はい、うわー、あ、これ今下ろしてきた感じなんですか、昨日。あ、そうですね。これ見るの多分初めてかもしれないです。こんな感じになっております。ちょっと待って、帯とかないんだ。
あ、すいません。いや、いや、そうか。こちら。まあ、おいくらというか、それ言おうかな、どうしようかな。ちょっとそれはテロップで入れるかどうかで決めます。ちょっと待って、これ数えないとあれなんで。あ、部屋に入って数えてるんで。わかりました。音なんで。はい、了解です。ちょうどだ、多分。待って。これ、数えたんで。ああ、数えた、あ、数えた。あ、そこそこ。うん。ちょうどですね。お、すいません。一応数えとかないとということで、信用してないわけじゃないですけど。はい、ありました。ありがとうございます。え、ここになんかバイクとか乗っけたことあります？あ、あります。あります、はい。あ、それだったら大丈夫ですね。大丈夫です。あ、ロップとかでやるんですね。あれ、俺がじゃあ間違ってんのかな。いや、なんか本当はカシャカシャカシャってやつで。あ、本当それネタだったんですけど。カシャカシャ、なんだっけ名前これって。ガッチャ、ガッチャ。あ、ガッチャってやつ。で、ガッチャ乗ってくれてあったんですけど、うん。ちょっとあの、朝忘れてきてしまって。え、あ、だからこれ。そうですね。え、これ、急遽友達にちょっと持ってきてもらってます。あ、そうなんですね。はい、で、こっちドンキとかで帰れるなと思って。うん。ちょっと、まあ、それすら忘れてきてしまった。なんかあのちょっと似た匂いを感じるんですけど自分と自分も結構すっげー抜けてるんでごめんなさい。はい、じゃあ乗っけましょうか。すいません。これで最後立ちこけした日にはすっげー最後の感じになりました、ね、いやこちらが本当に最後の、感じになります。どうですか千葉くん。めちゃめちゃかっこいいです。めちゃかっこいいですか。はい、はい、いやこちらも本当にそうですね、千葉くんもそうですよね、シベックスを。そうですね、買おうとしてた。なんか鈴木くんにパディ行ってくれるときに、はい、俊太さん以外にシベックス売ってくれる人いないですかみたいな感じで聞いてましたもんね。そうですね。その時にまだシベックス買ってなくて、もしあの誰かが出てきたとしたら、はい、またご連絡差し上げますよ。じゃあ、ありがとうございます。もしあれだタイミングがあったらって言って。はい、ありがとうございます。すいません、じゃあ最後何のこれバイク乗っけたことあります？あ、ペギジェアルか。あ、そっか。あ、前に乗ってたのがペギジェアルと、ゼファー。それは行って大丈夫ですよね。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあ、ありがとうございます。はい。大丈夫。乗せる瞬間はじゃあ取れなかったです。3人でやってるんで。いや、もうこれ自分のというよりも、人のなんで余計に、自分が、うまくできないですね。さすがですね、つなぎうまかったですよ。初めてですもん、目だって。そうですね。あぶねえ。ギリだ、ギリだ。ギリだ、ギリギリです。いや、一応ギリギリで大丈夫ですね。ハイエースってこういう基本的についてるんですか？いや、多分、うん、あ、わかんないっす。あ、千葉くんって顔映ったらまずいんですか？俺ちょっと、あ、わかりました。じゃあ、どちらもってことですね。あ、でもなんか慣れてる感じっすよね。いや、ついこの間ちょっと、あ、やったばっか、はい、ああ、そうなんですね。チップってどこ？確かにタオルとか、タオル巻いた方がいい。タオル持ってきます。え、いや、二人ともなんかすっごい可愛い、やばい。ていうか、あの、鈴木くんが俺とマジで似ててちょっと抜けてるわ、いろいろ。大丈夫かな。はい、タオルか。縛るとこ考えてなかったです。あの車のナンバーとかってまずいですか？あ、これレンタカー。ああ、そうなんです。あ、あ、これレンタカーなんですね。あ、知らなかった。そういうことね。レンタカーこれいくらで借りれるんですか？19,000円。高っ。そんなかかるんですか？わお。あと岩手までだったら、岩手からここまでいくらかかりました？高速で19,000円。わお。あ、そうなんだ。思ったよりそんなでもなかった。あ、そうなんだ。で、往復で22,000円ぐらいじゃん。で、ガソリンだとしたら、全部で30,000円ぐらいで、これ借りる。あ、でも、交通費っていうか、これ引き取りに来るだけで50,000円ぐらいかかってる。うわ。あ、そうなんですね、そうなんです。あ、ごめんなさいね、なんか。ありがとうございます。完了しました。揺れないし、大丈夫ですよね。うん。めちゃめちゃいい感じだと思います。というわけで本当にありがとうございました。はい、大事にされてください。
鈴木くんと千葉くん、むちゃくちゃいい子だった。めっちゃ可愛かった、本当にありがとうございました。さよなら俺の CBX。